ネオ TV。 今日はですね、群馬県のカーバーにあるカワバキングダムフィッシングさんに、お邪魔しています、オーナーの松田さんです。松田と申します。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。なんかオープンして、はい、ちょっと初めてお邪魔させていただいたんですけど、今日ちょっと釣らせていただいて、釣り場さんの紹介をさせていただこうと思ってるんですが、ちょっとまずこの、釣り場の何かポイントがあったらちょっと教えていただくと。そうですね、群馬県の、カーバ村という、自然の多いところにある管理釣り場なので、ロケーションはとても、いいと。抜群ですよね。はい、ありがとうございます。来るのは沼田からで、沼田インターで降りていただくと、20分しないぐらいで、着きますので。ロケーションは多分動画でこう流すと思うんですよ、めっちゃ綺麗ですよね。 ありがとうございます、そこは、そこはちょっと自信があるところですね。現在魚種的には何が入ってますでしょうか。主にレインボー、ブラウン、ドナルドソン、ロックが主な、主な魚種ですね。食事の方は、そう、食事があるんですよね。11時から、3時までランチタイムで、ご用意させていただきますので。喫茶だけも大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。もう立ち寄っていただければ、ありがたいですね。食事楽しみなんですよね。ちょっと後でいただこうかなと思ってるんですけど、ぜひよろしくお願いします。あとレンタルロットはありますか？ございます。1500円で一式、ご用意してますので。ルアー付きで？ルアー付きです。じゃあ大丈夫ですね。家族連れてきたり観光客が来ても、一応対応できるという形でいいということですね。で、おすすめですね、これ。田村君見て、生姜焼き定食、これボリューミーだよね。ボリューミーすごいよね。これおすすめなんで、皆さんこれで。で、やっぱり釣りといえばカツですよね。カツ、これもこんな肉厚、肉厚、ほらほら、野菜もたっぷり、キャベツたっぷり、狙ってくださいね。今からいただきます。じゃあ、今日ちょっと釣らせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。